こんにちは、さきです。今日はみんなのメイクの勉強会でいただいたロレアルパリの新作のチークとリップとシャンプーとヘアオイルを紹介していきたいと思います。今日はチークとリップ紹介するので、チークとリップをね、塗ってないのでチークとリップから紹介していきたいと思います。ロレアルパリルーセントマジッククッションブラッシュ P3 です。これ話題のクッションチークになってます。こんな感じでクッションファンデみたいな感じになってるんですけど、中はチークの液体が染み込んでいます。ひたひたに入ってるっていうか、すごいみずみずしいんですよ。なので思ったよりも発色がそこまでがっつりしなくて薄付きなので、分量を調節しながらつけていくことも可能だし、何回も重ねてグラデーションのチークにしていくことも可能だということですね。ちょっと折り曲げながら取っていきます。重ねてもツヤが消えることがないし、パウダーチークの下地として使うのもいいかなと思います。こんな感じで程よいピンクに仕上がったのではないでしょうか。で、今日はクッションファンデーションの上からクッションチークっていう感じで重ねて作ってみたんですけど、すごい馴染みがいい感じがします。でもベースをまとめに仕上げてこのクッションチークを使うことで、よりチークのみずみずしさというかツヤ感が強調されていいなと思うし、鼻のチークの上からこれを重ねてもちょっと透明感を出すような感じができるのでいいかなと思います。濃いめのピンクとオレンジの方はもうちょっと色づきがいい感じに塗っている感じでした。部分がツヤっぽくなっているとベースがマット目っていうかサラサラ系でもちょっとツヤ肌みたいに見せることができるので、手軽でねいいかなと思います。ベースはパウダーファンデーションとかパウダーでしっかり抑える派の方もツヤ肌メイクをね楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ストラオーディナリールージュで2色新色が出てます。リリーっていう色とローズっていう色になります。うん、ブレイクライブリーとバーバラパルビン合ってるよねが日本人女性のために選んでくれたカラーっていうことでね、このパッケージも黒になってかっこいい感じになってます。ここになんかサインっぽい感じで書いてありますけども、はい、エクソエクソゴシッカはい、こんな感じの2色になってます。どっちもねピンク色で春らしい感じの色味になってます。こんな感じになってます。私ピンクもあんまり苦手だし、白っぽい色って本当に苦手なんですよ。なんですけどこの色は結構透明感があるんですよね。このエクストラオーディナリールージュの中でもすごく透明感がある色なので、この唇の色をうまい具合に透けさせてくれて、まあ意外と馴染んでるんじゃないかなって思います。でよく見ると白っぽいミルキーなピンクの中に赤っぽいパール、ピンクっぽいパールかな、すごい綺麗な色なんですよ。白っぽい色味とか薄いピンクとかそういうのが苦手な方もこのリキッド系のものだとね、馴染みよくてムラとかにもなったりしないのでとてもいいなと思います。でこれの限定バージョンはね、多分ね匂いが変わってるんじゃないかな。すごい優しい香りになってて、つけやすくていいなって思いました。ゲルとオイルとその色素系が分離してついてくれるので、このカラーオイルみたいになってくれるらしいです。なのでね、色の持ちも結構いいんですね。じゃあ続いてこっちね、ブレイクライブリーの方やっていきます。はい、こんな感じです。うん、なんか春っぽいけど夏とかにも使えそうな感じのネオン系のピンクかなって思います。こういうパッっていう感じの色味っていうのはあんまり日本のコスメとかではないかなっていうふうに思いますので、本当ロレアルにしかないような色味なんじゃないかなって思います。この口紅の色味が主役にできるようなインパクトがあるなって思います。こんな感じになりました。はい、でこちらですエクストラオーディナリーオイルエクラアンペリアルツヤ髪オイル洗い流さないトリートメントということで、こちらねロレアルバイの
オイルもともとすごい人気だと思うんですけれども、それのローズバージョンが出たっていうことですね。使用方法としてはタオルドライの後につけて乾かして、さらに仕上げにも使うっていう感じで、テクスチャーがもうサラサラでもなくもったりもしてない中間ぐらいの感じなので、すごい使いやすい濃度な感じがします。うん、サラサラ仕上げもしないから、スタイリングとかに使うのもいいと思いますね。結構多めにつけてもそんなにベトベトになったりしないで、ロレアルから出てたようなオリエンタルなね、南米みたいな、なんて言うんだろう、アメリカ人の女性みたいな、結構濃厚な香りじゃなくて、本当に優しい春らしいローズっていう感じですね。でもダイレクトにローズって感じですね。もうローズど真ん中って感じなので、もうバラの香りがもともとそんなに得意じゃないっていう方はそんなに好まない香りだと思います。うん、本当にちょっとね、もう生の花みたいな匂いがする。うん、合わせてこちらのシャンプーとリンスと、シャンプーとコンディショナーか、コンディショナーと、あとあれなんだ、トリートメントも同じ香りで出てるので、この香りが好きでさらに髪質とかが合うっていう方は LINE でね使うことができてすごくいいんじゃないかなと思います。はい、以上でロレアルパリの春のピンクの新作、ツヤっぽい感じですね。全部ツヤでピンクツヤでピンクという感じで、ここまでご覧いただき本当にありがとうございます。次回の更新でまたお会いしましょう。失礼します。